ソリガリチの紋章。ソリガリチは、ロシア連邦のコストロマ州北西部にある、古い、小さな町。ボルガ川の支流、コストロマ川の右岸に位置する。人口は2002年国勢調査で6996人。ソリガリチは、ガーリチ丘陵,陵のただ中にあり、州都コストロマからは北東へ 220km、ガーリチの町からは北へ 80km 離れている。 ソリガリチスキー地区の行政中心地でもある。ソリガリチは、塩水の泉川祈願園が採掘される、聖園の町として誕生し、ここで産出される塩はロシアのみならず、スカンジナビアでも重宝された。この地の聖園は、1335年、イヴァン一世の残した文書の中で、ソリイコールガーリツカヤの名で記録に初めて現れている。14世紀末には聖縁業は、 モスクワ大公、ドミートリー・ドンスコイの孫で、ガーリチ公のドミートリー・シェミアーカの一族の手に入った。この事業は彼に大きな利益をもたらし、モスクワ大公の座をめぐる争いの資金源となった。1450年、ガーリチもソリガリチもついに、モスクワ大公バシーリー2世により制圧された。冬のソリガリチ16世紀には制園業は、 セルゲーフパサードのイタリ生産者性セルディー体修道院を及びその他5つの修道院により手がけられていた。この時期、ソリガリチは火山繁国やウドムルト人に何度も襲われている。動乱時代の最中の1609年、ソリガリチはロシア・ポーランド戦争に伴い、ロシアに侵入したポーランド軍により略奪を受けている。1649年には大火が起こり、 当時木造の町は全焼した。17世紀末にかけてハンダースほどの聖堂が、レンガ作りで再建され、今日まで残っている。1708年、ソリガリチはアルハンゲリスク県の一部となった。1778年にはソリガリチは、市となった。コストロマ県が独立しソリガリチは、軍の中心地となっている。1808年にも大化が町を焼いており、 その後に聖堂などが再建されている。1823年には岩塩が枯渇し、以後は製材や炭野の町となった。町の主な産業は材木と建材製造であり、繊維や食品の小さな工場もある。ソリガリチは1841年以来スパのある町として知られ、光線のほかシルトの混ざった湯や泥湯が湧いており、 療養に活用されている。現在のソリガリチスキー地区にあるドラキノ村で生まれた探検家、ゲンナジー・ネベリスコイの記念碑も立つ。町の古い中心には1817年に建てられた十字架、巨栄聖堂、1821年に建てられた旧正試験栄聖堂、1688年に建てられたナボロケの聖ニコライ聖堂などが立ち、19世紀半ばに、 公益のために建てられた市場がある。コストルマ川沿いには、復活修道院と1660年から1669年にかけて建てられた、付属の復活制度を1335年に成立した、ハリストス高担修道院と1668年から1805年にかけて建てられた、付属のハリストス高担制度がある。ありがとうございます。